せれば。ひげ剃る。上手。剃るかじゃあ。剃るか、どうやんの？これは持って顎に当てて。これなんか押すのかな？いや押さない。押さない。分かった。ひげ剃る。ひげとは無縁だがひげを剃ろう。あ、ひげ生えてきたかな。間違えた、髪の毛剃らないように。ボタンを押して、それぞれ構えて。はい。当てれるのかな。当てる。横かな。お、当ててんの。ボタンを押して、それぞれ構えて。あ、なるほど。お、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 それでね、それでね。どっちだっけ。画面の逆の方、あ、あっち、あっち見ると、大きい方見ると。しっかりジョイコンを回転させましょう。これは、難しい。うまくない人の横。あ、結構ね、こうやってぐる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 回して、そうそう。こういうこと。そういうこと。顔に沿って。髪の毛沿ってません。あれ。やばいな、髪の毛沿ってる。一。始め。スタート。見せつけるぞ。ひげが。それ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 。ひげが生えちゃうわー。貫禄が。ああ、ひげが、そう、ひげ生えちゃって。ザリザリ。やっぱ朝のこれが必要だよね。髪の毛剃ってる。髪の毛剃ってる。大丈夫だ。それちゃう。横髪剃ってる。可愛い。なんかでも嬉しくないんだけど。髪の毛剃るからだよ。ああ、ちょっと残ってる。めっちゃ剃れてる。ちょっと残ってる。完全剃れてなかった。